オホーツク海に浮かぶ長く伸びた筋状の雲。昨日昼過ぎ、海上保安庁の哨戒機が北海道大海町の沖およそ40キロで撮影しました。雲は筋状に規則正しく並んでいて、まるで巨大なかまぼこが何本も海に浮かんでいるかのように見えます。海上保安庁によりますと、雲は海面近くから300メートルほどの高さまであって、長さはおよそ100キロ以上もあったということです。こうした形の雲が発生するのは気象学的にも珍しいということで、札幌の気象台が現在この映像を分析して、どのような気象条件で発生したのか調べています。上空で目撃した海上保安庁の機長も、35年パイロットをしているが、こんな雲を見たのは初めてだと話しています。